ここは直江津駅です。直江津駅ホームが、新しくこういう教場化になったんですけど、なんかあの丸い窓というか、それからあちらの赤と白 のデザインされた建物というか、なんか船をイメージしたような感じですね。でこちらの方はこれ波をイメージしているんでしょうか、なんか 海をイメージしているような、そういう感じが見受けられます。こんにちは、国鉄時代の鉄道ファンです。今回はさよなら晩秋の北北線を行く特急白鷹ということで特集してみました。これは2013年の11月に映した映像なんですけれども、まあ、2015年の3月北陸新幹線で廃止になる特急白鷹なんですが、こちらの方主に北北線をメインに映しました。編集は時間的には行ったり来たりしてるんですけれども、直江津から越後湯沢を向けて順番に並べてあります。で越後湯沢からまた逆に直江津の方へと順番に並べて編集しました。これ西方から久引の間を走ってるんですけれども、まだ快適に走ってます。これが白鷹13号なんですけどね、この1時間ほど後になると風が強くなって徐行運転になってしまいました。でこれ久引の駅なんですけど、こんな変わった形をしている駅です。でこれ久引の駅で映したんですけれども、これが白鷹15号ですね。1時間後に来るやつなんですけれども、こんなゆっくりゆっくりと徐行してやってきました。でここね、160キロで走るからね、ホームに入らないでくださいって書いてあるんですけども、こんなゆっくり来るんだったらね、本当にホームで映せばよかったなと思います。これ改札口のところから映してるんですけどね、本当にゆっくり来ました。まあこのフラット音を聞けばいかにゆっくり走ってるかっていうことですよね。
2番線に上り電車が到着します。ご注意ください。東京ジェルズ駅の到着です。ここが六日町なんですけれども、北北線はここまで、ここからは上越線になります。越後湯沢です。北陸新幹線金沢と長野間が開業するまで在来線の特急白鷹の終着駅となっていました。特急白鷹はこの越後湯沢で折り返し金沢を向けてまた発車していきます。特急白鷹は十日町は通過する列車もあるんですけれども、私が映した列車は上りも下りも、停車する列車がやってきました。
番線には特急博多2号金沢行きの到着です。3番線には特急博多2号金沢行きの到着です。列車発車となります。3番線から特急博多2号金沢に停車します。3番線からは特急博多2号金沢に停車します。特急博多2号金沢に停車します。直江津の駅を発車した特急博多は北陸本線へと入り、一路西へと走っていきました。それではこの映像を最後にお別れしたいと思います。お相手は国鉄時代の鉄道ファンでした。